おはようございます。今日のコーヒーはですね、ハートの口づけ、まあうちでは、まあ、一番よく売れるブレンドなんですが、これをいきます。で、今日の格言はこれですね。ネガティブは改善すればポジティブになる。まあコーヒーだけじゃないとは思いますが、まあこんな感じのことを話してみようかなみたいな感じですね。そして、今日のレンジですね。まず気温が 4.3 度なんですね。 4.3 度でまあなんだ気温高いじゃないかと思うかもしれないですが、実は言うとめちゃくちゃ夜中冷えましてですね、エアコンの暖房が入っているにもかかわらず、室温が 17.3 度までしか上がらなかったという感じです。でいつも通りに、レンジに、やったわけですが、庫内の温度が 13.4 度、これはちょっといつもより低いですよね。つまり夜中がめちゃくちゃ寒くて、つまり、なんつうんですかね、このエアコンが入る前の、まあ、大体4時ぐらいにエアコンが入ってると思うんですが、それよりも前の段階がめちゃくちゃ寒い状態で、ガンガンに冷えてたって感じじゃないでしょうかね。いつも通りに600ワットで1分半やったんですが、今日は豆温マイナス22度でやって、1分半後に、測って38度、40度ちょっと切っちゃいましたね。その感じです。で、まあ今日も今日と手蒸らしは1分半で行くつもりでございます。じゃあ始めていきますかね。はい。まず穴を掘ります。はい、お湯を用意しますね。はい、いつもやってる通りですね。まずお湯を半分入れて、ドリップポットにお湯を半分入れて、お湯を、やかんに戻します。で、やかんの方はですね、ずっと沸騰しております。はい、それではお湯が用意できましたね。はい、それでは蒸らしに入ります。濡れてるとこ、乾いてるとこの境界分ですね。今日も膨らみに関してはそんな問題があるようには思います。はい、蒸らしに入ります。
村市は、1分半ですね。これですね、ネガティブは改善すればポジティブになる。別段これすごいこの人生訓を語りたかったわけではなくて、あのコーヒーでこう実はこううまくいかないのを改善してこううまくしていくっちゅう方がまあ改善はしやすいと思うんですよね。そこそこうまく生きてるのをもっとうまくするっちゅうのがまあある意味一番難しいわけですよ。だからある程度うまくいってるよりはこううまくいってないのの方がまあ、大きく改善しなきゃいかん。もううまくいってない、美味しくできてないんだから当然大きく改善しなきゃいかんので、改善の仕方としては、やりやすいんじゃないかというようなことで、時間でございます。はい、蒸らし1分半。はい、抽出に入ります。外側にお湯を差し、落ち始めたら真ん中にお湯を差す。まあ、いつもと変わらないですね。で、ひたひたを維持する感じ。結構コーヒーを作ってて、このそこそこ、あ、これはまあめちゃくちゃ完璧だというのは、まあ誰しもそうでしょうけど、こう難しいわけですよ。で、めちゃくちゃ完璧だにまではいかないけど、そこそこうまくいってるぞっていうところから、めちゃめちゃ完璧だに持ってくるのが、一番大変なんですね。ここを、こう、ああでもない、こうでもないやって悩むわけですけど、うまくいってないやつは、もう大きく変化させて、大きく味が変わるんで、逆に言うと、わかりやすいんですね。で、どちらかというと僕はそういうのを得意としてる系なんですね。大きな問題があるときに、改善する方がどっちかというと得意なんですよ。それに対して、今代表がですね悩んでるのが、一生懸命、やってるのがですね、このもうそこそこ完成に近いぐらいに、できているにもかかわらずもっと美味しくなるんじゃないかという風で今頑張ってるわけですね。つまりもうポジティブの状態に入ってきているのをもっとポジティブにするみたいな今状態なんですよ。これ一番苦しいところなんですね。失敗してる状態だったら成功させるぞっていうと、もうまあ、マイナスがプラスになるわけだから、もう劇的に変化するから、やってる側も、結構ポジティブになりやすいですよね。だけど、もうポジティブ、まあ、まあそこそこいいとこまで来ちゃってると、そこからもうちょいの、良さを作るっていうのが一番難しいわけですよ。で、頑張ってる割には結果が出ないんで、一番まあ苦しい、状態なわけですが、その状態をですね、代表はですね、まあ、頑張るわけですね。
で僕はどっちかというとそっちの方があんまり得意な方じゃないんで、もうどっちかというとまあすげえなと思いながらこう、まあ僕もまあやるんですけど、グラフを、焙煎のグラフを見たりとかなんかの技術的にはまあ僕よりもまあ代表の方がまあそういうのは得意なんでね、まあこっちはどっちかというとすげえなで感心するぐらいしか待ってはないんですが、結局どの状態でも、まあ、大変は大変だっちゅうことなんでしょうけど、ただ、最終的には人間は腐らずに頑張ればなんとかなるんじゃないかというふうには思っております。だからおかしな言い方ですけど、こううまくいってない時っていうのは、腐らずに、頑張れば必ずうまくいくと思うんですよね。で、これのが劇的に変化するんで、まあうまくいきやすい、成功しやすいと思うわけですよ。はい。コーヒーできました。で、ところがこうそこそこうまくいってる状態から、もっとうまくいかせるのって本当に大変だと思うんですね。よく商売でこう初代がいいか二代目がいいかっていうのとちょっと似てるとは思うんですけど、初代の人ってまあある意味こううまくいってないとこからスタートするようなもんなんで、だからいろいろやってまあ結果が出やすいですよね。だけど二代目の方ってもうできてるところからスタートするんで、そこからだと結構大変だと思うんですけど、それと今似ているのがまあ今のコーヒーの味作りのとこの、ある程度できてる完成に近い状態でもっと美味しくするっていうのの難しさを今、味わっているという感じですかね。代表、コーヒーありました。はい。一応、格言はほとんど、今、代表の苦労を、語ってみました。はい、シーンです。初代が作った人気ナンバーブレンドはどうですか？もうかまだ悪いね。まあ、うちなんかでも相当選別で捨ててるじゃないですか。今僕はこれ大手とかなんか辛いよ。まあ小さいとこも辛いですけどね、選別やれてないとことかなんか辛いでしょうね。ね、前回いるよ。前回よりはいいですけど、他だけ蒸気強くしますか？なんか手打った方がいいやね。これが多分品質的には大きく変わらんと思う。変わらなくて、いい方向に向かうとは今の状態のエチオピアは
ないね。こっちでやれることやらねえかね。ちょっと対策練らないと。不動の人気ナンバーワンコーヒーがナンバーワンでなくなる可能性が出てきますね。まあだからまあ入りは相当深くはなってるやんね。まあそれだけじゃちょっといかん。蒸気増やすか。うん、増やした方がいいかも。じゃあ増やしてなんとかなるんだったら増やせばいいかなっていう気がする。そういうふうにはあれですか。ん、いや僕個人でやるんだったらすぐ増やす。いやだからそこをさすぐ、あとやれるとしたらもう、とにかく蒸気はちょっと全体的にちょっと上げてみるか。それ大きく改善させるのは得意なんでしょ。そっちの方が得意。その代わり大きく大きく変えるんだったら変えられるんじゃないの、うん、だって、うん、だから大きく変化させちゃうけど、いいって笑っちゃうけど、もともと大きく改善する方ばっかりやってたんで。じゃあそれ以外のところでちょっとはやめてもらいたいんですけど、もう一回だけ、それ以外のところで強気な苦戦された日がたまんないんで、今の状態を今の状態を変えられたらまた一からやり直しになってしまう。作って壊すのはいいんですけど、スクラップアンドビルドね。作って壊しすぎなんですよ。だから前に進まないの。積み上げていかない限りは絶対に前には進まないので、作って壊すだけでダメですよ。それはもう全然作って壊す、作って壊すばっかり飽きたら絶対改善にはつながらない。結構面白いけどね、商売なんで。もう面白いとかそういう問題ではなく、少しでも前に進む、改善するっていうところを積み上げがないので変わらないんです。そう、はい、そう、すいませんね。はい、説教が終わったところで、じゃあ玉木の、積み上げのある、はい、積み上げのあるですね、玉木のですね、マジカルミックス、八つ橋がつくよみたいなマジカルミックスですね。まあおかしな言い方ですけど、まあ代表なんかは本当にこう細かく細かく、刻んでいく努力をするわけですよ。これはすごいなとはいつも安心しておるわけですが、思ってもないことを口にしない方がいいと思います。いやいや本当思ってる思ってる思っとるで。僕はどっちかというとこう思いついたらどんどんやっていきたいタイプなんですね。で、焙煎機もどんどん改造して、いろいろな装置もどんどんつけてみたいなことをやりたいタイプなんですけど、壊してから作るから、うん、だからそういうのに対してやっぱ代表は細かく、少しずつ少しずつの、工夫で、新しく、味を作ろうと努力しとるわけですが、この辺は僕にはない凄さだなというふうに感じております。それで、作り上げてまいりましたマジカルミックス、アンユージュアル、フレーバーと玉木と三人さんの、3つの、コラボの
商品ですね、そのコラボ商品の、黄金率のブレンドで作りましたマジカルミックス、八つ橋の負け付きの、ものを、玉木では販売したしております、よければ、お買い求めいただきたいと思います、ということでですねちょっと、説明がよくわからんくなってしまいましたが、あれですね、今日の格言はですね、ネガティブは改善すればポジティブになる、当たり前じゃねえかというとその通りでございます。本当にその通りのことを、語ってみました。どんな状態でもそうですけど、うまくいってない状態っていうのは結局変えるしかないから、変えるじゃないですか。あ、これ、まあ、コーヒーのこととして、聞いてもらえばいいんですけど、変えるしかないんですよ。うまくいってなければ。で、だから、大きく変化して、うまくいく可能性が高いんですね。ところが、そこそこうまくいってるときって、変えにくいんですよね。つまり、例えば、まあ、例えていいのかどうかよくわからんですけど、赤福餅だとかなんかみたいにも何十年何百年と続いてるものってこう工夫して味を変えると怒られそうじゃないですか、不安からね、だけどこうやり始めたコーヒー屋さんって、まあ、ある意味不安がまだついてない状態だったらもう自由にどんどん変えていけるわけですよね。だからそういう状態だから進化も早いわけですよね。ところがそこそこ上手になって美味しくなってくると、改善して大きくこけるのがやっぱ不安なんで、大きくこけないように改善するしかないので、やはりそこは大きな変化が難しいという、ようなノリです。ということで、今日はここまでにします。